はい、今日のお店はこちら。ここは以前紹介したまるで二郎系のようなニンニクがっつり三つ星ジャージャー麺のお店なんですが、本来は尿路麺のお店です。あのジャージャー麺についてた濃厚スープが忘れられなくて、今回は尿路麺を食べに来ました。実は最近ようやく尿路麺の美味しさが分かるようになってきたんです。お店によって全然違う。尿路麺にハマりそう。よし、来たぞ尿路麺。まずはスープから。うまー。そうそう、この濃厚なスープやっぱりうまい。麺も相変わらず四国の讃岐うどんのような強力なコシともちもち感です。さあ、肝心の牛肉はどうだ。うまー。柔らかい。めっちゃ柔らかい。麺、スープ、牛肉、これは完全に三位一体だ。正直味変は必要ないけど試しにやってみよう。うん、この山菜もよく合うわ。ちょっと辛くしてみてもすごい美味しい。これはなんだ。味噌や。これ味噌なんや。うわー、濃厚味噌味になったぞ。こりゃ味変しても相当美味しいぞ、ここの尿路麺。はい、食べてきました。実は僕の中で尿路麺には特有の飽きてくる問題があったのですが、ここはその飽きてくる問題も見事にクリアしてきました。ジャージャー麺も見事だったけど、やっぱりさすがに尿路麺が看板のお店です。尿路麺も見事でした。今回も三つ星だ。このチャンネルの審議にかけて自信を持っておすすめします。